水が浮いてる。あのブラスティアの仕業みたいだな。多分この異常も。あれ、エフミドやカプアノールの子に似てる。壊れてるのかな。ブラスティアが壊れたらエアル供給の機能は止まるの。じゃあ一体。わからない。あの子な、何これ、魔物の声ですか。魔物。病人は休んどけ。ここに医者はいねえぞ。でも。結界が破れるぞ。大丈夫、あれは逆結界だから。逆結界。魔物を閉じ込めるための強力な結界よ。簡単には出てこられないわ。でも何このエアルの量。こりゃやばいかな。なんか消えそう。リタ、待っててね。今すぐ直してあげるか。俺様たちの優しい忠告を無視したのはどこのどいつだ。悪いな、こっちにはおとなしく忠告聞くような優しい人間はいねえんだ。なるほど。で、なんだ、クビになったカロール君もいるじゃないか。エアルに酔ってるのか。そっちはかなり濃いようだね。ちょうどいい、そのままおとなしくしていろ。こちらの用事はこのケダモノだけだ。大口叩いたからにはペットは最後まで面倒見ろよ。途中で捨てられると迷惑だ。何？またあいつ。それ平気です。結界破れたよ。結界でブラスティアが壊れたから当然でしょ。あのバカドラ！そうだ、もっと暴れろ。ケダモノはケダモノらしく我が手でほふってくれるわ。まず俺を倒せってことらしいぜ。面白いじゃねえか。おら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 。やべ、足震えてら。こんな魔物は初めてです。結局ペットの面倒みんなは保護者に回ってくるのな。よっと、ほら、よっと。スターストローク。
ちょっとじゃない。
のざわめき、ストップ。ラスト、ゲームの絶望か。ここへ、アクアリーグ。なんてでけえ魔物。あれ、ご緊張は、うん